どうも、なにわさんです。今回ですね、アメリカで Uber というのを使ってみたいと思うんですけども、アプリケーションをですね、立ち上げて Uber というアプリがあるので、そのアプリで、タクシーを呼べるということで、その Uber に登録しているタクシーが呼べることができるので、今から呼んでみたいと思うんですけども、今回昨日行ったウエストゲートというところに、目的地を設定しまして、ウーバーで呼びますと、来るということで、ちょっと呼んでみましょう。まあ、こんな感じですね。行きます。すごっ。さあ今、車両確定 OK、 同意する、料金払いました。しかもクレジットで払うことができるので、はい、ドライバーを探していますね。出ますね。の外でお待ちしています。さあ来るでしょうか。トヨタハイランダーの人ですね。名前が出るの？はい、何さん。はい、この人です。この方が出るんですけど、ヤングヤンさん。これは何、誰か。これ今外でお待ちください。なんて書いてあるの？今このこれが来てます。このタクシーで来てます。あ、これはこれはの外でお待ちください。この外でお待ちください。まあ、でもここに入ってきて、これホテルの名前。これそうです。ここの現在地のところにいるんで、じゃあここまで入ってきてくれると思うんで、3分離れていますと。ちゃんと出ます。今ここにいます。あそこの交差点に多分いると思うんですけど。すげえ。初めてのウーバーを使います。ってなるとホテルならどこでも来てくるわけですよ。路上だとちょっと難しいですけど、まあある時で分かりやすい場所に来ていただければここ。フリーモントストリートか。そうです。この通りの外の通りがその600通りなんだ、フリーモントの。はい、で来てくれる。これ？いや、これは違う。違う？これ違う。お、いますよ。今。すげえ便利だ。これ便利です。ぜひ皆さん、旅のお供に使ってください。うん、あ、really? Thank you. Thank you. Oh, sorry. タクシーの運転手も iPhone で受信してるってことです。お支払いもしなくて、クレジット。そのまま降りればいいの？はい。Thank you. って。で、ね、値段ももう出てます。18ドル。もう確実にその値段で行きますってことなんですか？そうです。紙アプリだもん。はい。後でもし呼ぶんだったらここで呼んでくれって。ああ、OK、乗るの。Very good. Thank you. 今ストリートノーだったね。
Mr. Young, thank you. Okay. Goodbye. Okay. Have a good day. Hey. Thank you. Thank you. もう降りればいいんだね。はい、皆さん、この便利さどうですか？素晴らしい。はい。アプリで、しかもですね、支払いは終わりましたので、OK です。評価。ヤングさん評価ね。5個にしてあげましょう。親切だったんで。で、そう、こういう信頼が築けると。いうことです。以上ですね。はい。そんな感じでございます。Uber 皆さんぜひご利用ください。バイバイ。八島さん雪ですよ。